それではインタビューを始めさせていただきます。お願いします。お願いします。久松さんはデザーラのダンスシアター通称 NDT にて照明チーフとしてご活躍されていらっしゃいます。まずはじめに久松さんが所属されている NDT について教えてください。NDT はデザランドダンスシアターといいまして、オランダのデンハーグに本拠地のあるコンテンポラリーバレエの専門のバレエ団です。65年前にアムステルダムのオランダ国立バレエのメンバーが派生して、もっと新しいバレエだったりダンス創作をしたいっていう意思のメンバーが派生して作った、公立ではなくて私立のバレエ団です。今はデンハーグの街の真ん中にあるアマーレっていう大きい文化複合施設があって、そこに劇場が3つと、音楽学校と、川口市のオーケストラも同じ建物に入ってるんですけれど、そこの中で、本拠地の事務所だったり、稽古場だったり、劇場で公演をしたりしています。NDT1 と NDT2 という2つのチームに分かれていて、大体25歳以上のメンバーが NDT1 で、25歳以下の若いメンバーが NDT2 で、2つのチームがそれぞれ別の演目を、別のスケジュールで上演しています。で、私はその NDT2 の照明チーフをしているんですけれど、このハーグで新作の公演をしたり、で、それをオランダ中にツアーでやって回ったり、それをヨーロッパだったり他の国にまた、遠方のツアーに回ったりっていうことをしています。年間、何公演ぐらいしてるのかな？ 100 公演ぐらいしてる。NDT2 で100公演、1で100公演ぐらいしてるんじゃないかと思います。ありがとうございます。私はバレエ団の方が立ち上げられたあれだったんですね。ダンスシアターだったんですね。そうですね。初めて知りましだからダンサーの20何人かっていうふうに聞きました。た。結構やっぱりバレエベースの作品が多い感じなんですか？そうですね。昔の写真なんかを見ると、トーシューズを履いて、本当にクラシックベースの作品もやってたみたいで、例えば70年代、80年代だと、トーシューズを履いて、でもコンテンポラリーな振り付けのものとかも、で、多分だんだん移行してきたんですけど、今は、普段のレッスンは毎日クラシックのレッスンをやって、基礎はクラシックバレエなんですけれど、作品は本当にいわゆるコンテンポラリーダンスって言われる作品ばかりですね。ありがとうございます。続いて、NDT での照明のお仕事は主にどのようなものか教えてください。私の場合、ちょっと特殊なんですけれど、2つ別の契約があって、1つが照明チーフとしての契約で、もう1つが照明のデザイナーとしての契約なんです。で、日本ではその2つの仕事って割と一緒、一人一人がしたり、混ざることも多いんですけれど、ヨーロッパや、北米では、デザイナーと、テクニカルのチーフって本来、違う職域なんです。例えたら、なんだろう、工務店さんと建築士さんみたいな場合だと思うんです。で、私の場合、もともとそのどちらもやってたっていうのもあって、2つ契約をいただいてるんですけれど、照明チーフとしての仕事は、誰かデザイナーが作った明かりを、その毎回劇場でちゃんと仕込んで、明かりを合わせたり、その劇場に合わせて、その後調整したりして、で、本番にそれを再生して、本番の照明をつけたり消したりするまでに至ることと、その実際につけたり消したりすることが主です。で、それに伴って、例えば遠方まで機材を運んでもらわないといけないから、倉庫に行って機材を積んだりだったり、あっちの劇場ではテーブルの取り回しが全然変わってくるから、そういう計算をして必要なものを全部出したりとか、そういう細かい作業もその地域の仕事の一部になってます。電気の容量の計算をしたりとか。で、
照明のデザイナーの仕事の方は、作品ごとに新しい取り付け家が、誰か違う取り付け家が新しい作品を作るわけなんですけど、その取り付け家にしてね、じゃあどういう作品にしていきましょうって言っても、本当ずっと稽古を見て取り付け家と話をして、でだんだん膨らませていったイメージを、じゃあこれをどうやって照明に落とし込むかって言ってデザインしていくんです。例えばこの最初の場面をじゃあ暗く始めましょうかとか、ここの音と動きが入るところで照明もじゃあこういうふうにこんなふうなことをやってみるんですねみたいなことを考えプランし、これ実際に劇場で何回もやってみて、で決まった照明球っていうんですけれど、その照明のプログラムを作っていって上演させるところまでがデザイナーの仕事です。ありがとうございます。私が想像してたよりすごく多くの仕事をされてるなと。そうですか。はい。なんか照明さんってすごい、うん、私も舞台側で思ってたんですけど、なんていうんですか、照明さんっていう感じで人まとめにされて、うん、そうですよね。感じがしてるんだろう。今なんかすごくありがたいなという気持ちが湧いてきたんですけれど、はい、な感じでした。いろいろやってると思います。ありがとうございます。続いてバレエ経験についてお話をお伺いさせていただきたいと思います。バレエのご経験は終わりですか？はい、クラシックバレエを結構長くやってたので、大学卒業までてもう完全に趣味としてで、別にダンサーになりたいとかそういうのはなかったんですけれど、もともと広島だったので、広島の近所のバレスタジオに通っていて、その後カナダに住んでた時期もあって、カナダでもまたカナダの地元のバレスタジオに通って、カナダのスタジオはイギリスのなんていうメソッドでしたっけ、なんか認定の資格があるんですよね、なんかロイヤルの、なんかそれのプログラムをずっとやってたんで、すごく楽しかったです。で、また大学でも今度は神戸に行って、神戸で私の地元の教室に通い、発表会に出たり実はしていました。ありがとうございます。少女時代はどんなバレエ少女でしたか？どこ最初はあんまり興味もなかったし、なんとなくやってたんですよ。母がバレエが好きだったっていうのもあって、ただ割とすぐ好きになって、舞台が好きっていうよりはレッスンがすごく好きだったんですよね。多分体を動かすことが好きだったのかな。で、ただそのレッスンがすごく好きなのに、舞台に出ることは全然興味がなくて、何て言ったらいいのかな、なんかその普段やっぱり特に日本のスタジオで結構お稽古事になると、そのレッスンでスタジオで過ごしてる時間の方が、舞台にいる時間よりよっぽど長いじゃないですか、もう300日スタジオにいて、ほんとちょろっとだけ舞台みたいな。なので普段自分がそのお稽古場でやってることと、それをなんか急に振り付けが始まって舞台にやってることがあんまりないというか、別のことをやってるような感覚だったんですよね。で、そのもっとすごい若い頃ってバレエの作品にもそんなに興味を持つきっかけもなくて、そのもちろん有名な曲じゃ白鳥とか眠りとかすごく望みはあるんですけど、その作品の深さに目覚めたのももっとすごく後になくですし、なんでとっても緩やかにバレエを捉えてた、なんかスタジオでもいるじゃないですか、すごく一軍のすごく真剣な子たちとあんまり来ない子たちの間に、まあなんか好きで来てるけど別にプロになりたいわけじゃないよみたいな、ふわっとしたああいうなんか生徒だったような気がします。ありがとうございます。その当時でも今でも大丈夫なんですけれども、好きなダンサーや作品がありましたら教えてください。
私、あんまりね、ダンサーには、それはすごいなと思う、ダンサーはいるんですけど、あんまりダンサーのファンになるより、私、作品になったり、音楽のファンになることが多くて、一番好きなのは、そうですね、あと、ロミジュリー、やっぱり人生で関わる回数もものすごく多かったので、あともちろん、くるみも、何千回やっても素晴らしいなと思ってます。あと、千葉キッフが結構好きですかね。マノンとか、なんて言うんだろう、ロマンチックバレーじゃない、なんだっけ、名前ありましたよね。ドラマチック。ドラマチックバレー、ああいうのが好きです。別口で演劇をやってたっていうのもあって、なんか感情がすごく寝る作品に、やっぱり感情移入しやすいという作品に惹かれます。照明の仕事を始めてから好きな作品が変わったとかはあるんですか？あるし、照明の仕事を始めてからの方が、それまであのあまり知らなかった作品をに携わることが増えたので、普通に好きになる選択肢がすごく増えましたね。なんだろう、例えば、ラフチカランの泉ってあるんですけど、ただ、個人でバレエをやってたところにも、見たことも聞いたこともなかった作品で、でも、プロの照明として関わるようになってから、結構全幕を何回も何回もやったんですけど、本当にあんな素晴らしいワンセグループが、視覚もいいんですけれど、ああいうのって、本当全幕で見ないと素晴らしさに気づかない作品なんで、そういうので本当に心が広がりました。ありがとうございます。続いてお仕事についてお伺いします。現在のご職業に就かれた経緯を教えてください。照明の仕事はオランダに来る前から日本で始めたんですけれど、最初はさっき言ったように大学で演劇をやっていて、演劇部だったんですけれど、自分で脚本を書いたり演出をしたりしてたんです。で、そんなことをしてるうちに、卒業生の先輩で、プロの照明の方がいらっしゃって、誰かアルバイトで手伝いに来ないかって言って、の声がかかって、最初はもう本当、お金稼ぎというか、ただ本当にアルバイトでお金が欲しくて行ってたんですけれど、でも行ってるうちに、照明、こんな風にしたらこんな風になるんだっていうことを、自分の作ってるお芝居の演出に活かせるなっていうことに気がついて、現場で、アルバイトの現場で学んでは、持って帰って自分で試してみてみたいなことをするようになりました。で、そんなことをしてるうちに、照明の仕事って割とバレエの照明ってメジャーなんですよね。発表会の仕事とか多いので、人もたくさんいるから。でもそのバレエの照明ばっかりしてる会社のお仕事に声をかけていただいて、で、それも私バレエしてたっていうか、むしろ今もしてるみたいなタイミングだったので、で、参加してみたら、やっぱりスポットとかすると、すぐ、じゃあ、もうすぐオデットが出てくるとか、曲聴いてたら分かるんですよ。なんで、曲聴いてて、分かるので、そういう意味では役に立つけど、本当にまだ下手すぎ、スポットライト自体が下手すぎて、そういう意味であまり役に立ってなかったんですけど、楽しく、すごく厳しかったんですけど、楽しく過ごすことができて、で、そのままバレエの照明の会社に就職してからが照明スタートです。ありがとうございます。なんかすごいつながっていった感がすごいですそうですね。ね。すいまなんせん。か偶然でも、本当そう思ってます、私も。でも。ありがとうございます。続いて、実際にご職業についてみて、それまでには見えていなかった世界などありましたら教えてください。昨日もお伝えしたように、今って本当は照明になりたくて、この仕事に就く若い方が多いんですよね。ただ私の場合、全然そんなつもりもなく入ったものなので、本当入るまで照明っていう仕事があることには
ほとんど気づいてなかったし、まあ、知ってはいましたけど、なので何も知らないまま入ったので、本当入ってから見たものが全部新しいぐらいのことだったんですけれど、でも本当あの人間関係の厳しさとか上下関係だったり、あの拘束時間のとかは自分の想像を超えていて、なんでその頃は絶対に舞台の裏方の仕事と、あと飲食業のバイトもしてたんで、飲食業とだけは就職しないでおこうって言って思ったのを覚えてます。ありがとうございます。本番期間でないときはどのようなお仕事に取り組まれていますか？ね、今のバレエ団の場合、本番期間が多いんですよね。年の半分ぐらいはツアーでどこかに行ってたり、本拠地で公演したりしていて、で残りの期間はその新作の目の準備のことが多いです。それはどちらかといったらデザイナーとしての仕事なんですけれど、劇場に入ってからはやっぱりもう 2,3 週間で全部仕上げて本番になってってなるんですけれど、実際の稽古は2ヶ月ぐらいかけてやってるので、今本当先駆けて2ヶ月前だったり、もっと前の稽古が始まる前からもずっと振り付けたとは話し始めて、どういうコンセプトなのか、何を見せたいのか、どういう思想を盛り込みたいのかみたいなことが正面には関係ないので、結局関係すごく関係してくるんですよね。なんでそういうこともヒアリングだったり、あのコミュニケーションだったりね、もう稽古始まったら稽古、稽古場にずっと稽古見に行ってみたいなことで、すぐ1、2ヶ月過ぎてしまいます。であと今の場合、最近だとコンピューターで照明シミュレーションできるようなプログラムがあるんです。で実際に劇場に行かなくても、このコンピューターの中で 3D の劇場を実寸で作って、で照明も本当に実際に使うような使うのと同じスペックのものを切ってっていう、でそれを照明の機械とつなげたら本当に照明が舞台の中で再現されるので、でちょっとこれはいいことか悪いことかわからない気に入ってるんですけど、それを使って劇場の中に行ったらこんなことができるっていうのをシミュレーションをしたりもしています。ありがとうございます。夏は2ヶ月夏休みがあります。私すごい NTT の印象ですごい毎年新作がいっぱい出てる印象があるんですけど、そうですね、いろんなことを同時進行にずっとやってるっていう感じなんですか？そうですね、だからじゃあ例えばこの新作のトリプルビルが公演のルミエが終わってツアーが始まったら、ツアーって言ってもオランダ国内ツアーってオランダってすごく狭いんでほとんど日帰りにできちゃうんですよ。なのでどこかの地方都市に行って公演、夜公演して、もうその日に家に帰ってきたら、その日は昼間は次の新作の稽古をして、で夕方バスでみんな運ばれてって、でまた一個前の公演をするみたいなことをダンサーは続けてるので、本当次の公演の準備と今の公演っていうものを繰り返しをしています。すごいハードですね。ただダンサーの子たちは劇場での拘束時間は短いっていうか、ウォームアップして踊るだけなので、一応には本当3、4時間しかいないんじゃないかな。そう、本拠地でバーレッスンしてから行ったりしてるんですけど、そういうお話聞くと結構日本との差が結構感じますね。そうですね、余談になるかもしれないんですけど、私先週ちょうど他の日本のバレエ団の方とお話して見聞きしてて、日本のバレエ公演のことを思い出してて、なんか日本の公演の方がちょっとその公演の特別感があるじゃないですか。だから多分国はその公演が増えていけばいくほど特別感がなくなって、いろんなものが踏み落とされていってるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。続いて照明チーフや、デザイナーとしての日々の責任はどのようなものですか？その照明チーフとしての責任は、舞台の本番で何も問題なく照明が予定通りについて消えることが全部です。なのでそれ
舞台ってトラブルはやっぱり多いんですよ、生ものなので、私もすごく分けるようにして考えてるんですけど、準備の時の大トラブルなんかもあるんです。その思ってた機材が動かないだったり、ケーブルが断線してるけどどこを断線してるのか、なんかすごく時間かけて済まさないといけないだったりで、それとは別にその本番のトラブルっていうのがあって、思ってた照明がつかないとか、タイミングがずれたとか、でそれがすごくこの本番内のトラブルっていうのと本番外のトラブルっていうのは全然別のことで、で本番外のトラブルはもちろんない方がいいんですけれど、あっても別に私が責任を感じることではなくて、私の責任を持ってそれを解決しさえすれば、とにかく本番でちゃんとなればいい、ちゃんとなればいいんですよ。なので、何て言ってるのかな、本番内のトラブルを防ぐことが私の責任だと思っています。なんでその本番以外ではもう人が揉めようが機材が壊れようが最終的に治れば何でも大丈夫だと言ってます。で、照明デザイナーとしての責任とまた全く全然違う話で、それってあの作品の本質とは何かみたいなところに近くなってくると思うんですけれど、まず照明がついてないと真っ暗でダンサー見えないじゃないですか。なんでその見えるべきダンサーをが見えるっていうことが第一条件なんですけれど、それに付け加えて、ダンサーをきれいにするとかそういうことでは全然なくて、この作品ってもうよっぽど箸にも棒にもつかないこともたまにあって、そういう場合を除くと一番作品の本質っていうのが一番どこかに芯になるものがあって、それが何なのかを見極めれば、この作品がどう見えるべきかっていうのも自然に見えてくるんですよね。それを探して、その品が一番見えるべき姿に持っていくことがデザイナーの責任だと思っています。ありがとうございます。どういった感想をもらうのが一番嬉しい瞬間というか、なんかよく皆さん言うのは、照明が良かったって言われたら、照明だけが他となんか分かれ、他から浮いてたからあんまり嬉しくないっておっしゃる照明さんもいらっしゃって、でもそれは私も同感というか、その照明が良かったっていうよりは、照明を含めた全部が良かった、作品が良かったって言われる方がその作品を作っていった一環としては嬉しいんです。でも私の照明だけ褒められても嬉しいけどね。でもそれどなたが言うかによりますよね。その割とクリエイター側の視点を持って自分の作品を作る方だったり、関係者の方が照明良かったって言ったら、それはいろんな総合性も見た上で照明がやっぱりいいねって判断してくださってるから嬉しいですね。何言われたら嬉しいんだろうな。でもね、褒め終わってから褒められて嬉しいとかは全部なんかこの仕事をする喜びの中の一番外にあるなんか端っこの部分ですよ。この仕事を、照明の特にデザインの仕事をしていて一番のコアになる喜びっていうのはもう作品が出来上がった時点で自分の中にあるんです。自分の中にその、こういう作品が出来上がったなっていう実感自体が、なんか喜びだったり、たまにはなんか、本当ひどいことになってしまったみたいな反省だったりあるんですけど、そこが喜びのもうゴールで、それ、だから初日が終わって作品が完成しちゃったら、もうなんかそこからここになるので、その後の言葉は、なんかふわっとこう上を通り抜けていくような感じです。ありがとうございます。でもね、一番嬉しい、ごめんなさい、一番嬉しいのは、初対面の振り付け家の方とかが、すっごく照明が良かったから、次自分のもしてほしいって言われるのはすごく嬉しいです。なるほど。なかなか多分、普段聞けない貴重なお話だと思う。ありがとうございます。続いて、お仕事をされていて最もやりがいを感じることは何ですか？そのまずデザイナーとしては、
作品が完成し、ちゃんと完成したなって思う時です。その、さっき言ったように、作品のなんか本質の奥を見えるべきだっていうことを、なんかこう頑張って埃を払って探していくみたいな作業なので、それがちゃんとできたかどうかって、もう作品ができた段階で、誰に聞かなくても実感としてわかるんですね。で、ああ、ちゃんと全部掘り出せたね、みたいな。それが一番嬉しい。で、チーフとしてはまた違って、チーフって、まあ、すごく楽しくやってるんですけど、マイナスをゼロにする仕事で、ゼロをプラスにする仕事ではないんですっていうのが、でも予定通り全部いったらそれがゴールで、本に付加価値を付け加えることは、チーフの仕事ではないので、なので、そういう意味では、あ、よかった、何も起こんなかった、よかったっていうのが一番いいゴールなので、プラスの、なんか喜びっていうのを探しにくいんですけれど、あんまりいろんな国に行ってとか、いろんなお客さんの反応とか、そういうのはあまり興味がなくて、まあ、でもお客さん喜んでるのは、それそうだよね、私のこんなに好きな作品をみんなもいいって言ってくれてるっていうのすごく嬉しいですよ。ありがとうございます。続いて、お仕事をされる中で感動された出来事などがありましたら教えてください。私これ質問いただいててもずっと考えてたんですけど、 いっぱいあるんですよ、細かいことは。それがすごく難しいんですよね。例えば、去年とか今年か、パッド・マハリンってイスラエル人の振り付け家と一緒に仕事をすることがあって、それがもう私何年も前に日本で仕事をしてた時に、そのオハッド・ナホリンの作品に携わることがあって、それがすごく本当衝撃的な作品で、こんな面白い本ってこんなに面白いのかって言って気づいたうちの一つだったんです。で、その作品の影響も受けて、今いろいろあって NDT にいるわけなんですけれど、そのオハッド・マハリンと一緒に明かり作りをできて、それはなんかこう一つのなんかリクワが循環したなというか、嬉しかったですね。何なんでしょうね。よかったらちょっともう一回この残りの話をした後でもう一回聞いてみてください。なんか思い出すか。そんな。わかりました。ありがとうございます。続いて、心に残っている舞台というか本番がございましたら教えてください。すごくうまくいった舞台ってもう全然忘れちゃうんです。で、すっごくうまくいかなかった舞台ばっかり覚えてるんです。印象が強くて、でこれはバレエじゃないんですけれど、演劇でね、本当仕事を始めた頃、まだ大学生だったんですけれど、演劇のこの地方巡業の仕事についてやってて、で初めて本番の操作を任されたんです。だからもう全然うまくできなくて、でなんか あまりにもできなさに、できなさいが悔しくて、楽屋口の外で泣いてたのを覚えてますよ。で、他にも本当印象的だったのって、本当めちゃくちゃ失敗してめちゃくちゃ怒られたなとか、そういうのありです。本当具体名を挙げれば あの公演が良かったことはあるんですけど、なんか名前挙げるんですね。ありがとうございます。続いて、一番大変だった出来事などはありますか？もうすっごくいっぱいいっぱいあるんですけれど、例えばもうどれが一番かもはやわからないんですけれど、ちょうど先週まで、ドイツ、オーストリア、フランスのツアーに行っていて、でこれはもうチームとしての大変だった出来事ですけれど、まずドイツのコルンというケルンか大きい町のオペラハウスに行ったんですけれど、本当のオペラハウスがもう15年間改装してて、なのでなんかイベント
何もない工場みたいなところを劇場として何年も使ってるようなところで、で、自分たちの持ってきた機材も全然使わせてもらえなくて、劇場のものを使わないといけないし、で、その大道具とかもちゃんと場所に全然行かないし、で、思った通りに何も進まなくて、で、照明って自分が普段使ってる機材をすれば、もうすぐ、あれ、同じことを再現できるんですよ、同じ機材なので。他の機材を使って同じものを再現しようと思うと、そのプログラムを組み替えるのも割と大変で、明るさの違う、例えば照射角度も違う、広さ、広がり方も違う、別の機材で元の明かりを再現するっていうのは、半分すごく自分の感が頼りになるようになるし、時間もたくさんかかる作業なんですけれど、でそういう作業を余儀なくされて、割と3時間ぐらい部分にやったんです。でも、それで出来上がったものって、頑張れば頑張るほど普段見てるものと同じ仕上がりじゃないですか。なので、周りから見たら、周りって別にお客さんはそのことを全然分からなくていいんですよ。でも、そのバレエ団の一緒に来てるメンバーなんかからも、周りから見たら私がずっと頑張って、今で持ってきたことなんか、全然伝わらないんですよね。でいつも通り綺麗だねで終わるのは、でそういうことって時々いろんな物を見て、特に外国に行くとあるんですけれど、その時に誰にもこの大変さを知られず、なんか辛いなっていつも思います。ありがとうございます。続いて今までお話聞かせていただいた中で、重複しそうだったら飛ばしていただいて大丈夫なんですけれども、次の質問に入らせていただきます、はい。舞台照明をデザインする上で一番大切にされていることは何でしょうか。舞台照明ってくくるとすごく幅が広いんですけれど、まあ、コンサートとかもあるんで、なんで私の場合その舞踊、特にコンテンポラリーダンスを中心とした踊りの照明でっていうと、さっきも言ったようにその作品の本質に一番近いところにどこかっていうのを掘り当てることなんです。で、今コンテンポラリーダンスの話です。作品が持つ見えるべきか、あるいはその絶対見えなくてもいいんですよ。見えないべき場所もあるんだったら、見えないべき場所はどこかっていうのを作品を見ながら探り当てることが一番大切なんです。で、ところでクラシックバレエの照明をする場合は全く話が別で、ちゃんとクラシックな明かりであることが大事なんです。今はその照明だけじゃないんですけど、クラシックの舞台で衣装が急に意味もなく、すごくモダンな衣装だったらなんでってなるじゃないですか。今振り付けもだし、カーンだし、急になんかみんな足がフレックスに行ってたらびっくりするじゃないですか。そういうのって、その守られるべきクラシック性っていうのが全ての要素にあって、オーケストラにもあるし、衣装にもあるし、振り付けにもあるし、ムーブメントにもあるし、でもちろん照明にもその守られるべきクラシック性っていうのがあると思うんです。なのでその今のクラシック性って、照明ってその他の振り付けとかに比べると歴史が浅いので、何をもってクラシックとするかということはあるんですけれど、でもお客さんが、あるいは私が思う方であるし、クラシックバレエっていうのもなく崩さないことがすごく大事なクラシックの場合は思ってます。一番ね、クラシックの一番きれいに見せることです両方です。ありがとうございます。本番中はどんなことを考えながらお仕事されていますか。本番中、帰ったら何食べようかなとか考えてます。っていうのが、お客さんって本番が一番メイン、もちろん本番の一角で9割どころかもう本当 95% ぐらいのことは本番が始まる前にあらゆる苦労が、で本当にちゃんとこの 95% を
本番の緞帳が上がる前にちゃんと済ませていれば、本当本番中っていうのもここの上積みの部分だけなので、ほぼ何もしなくても本番無意識に進んでいくんですよね。なので、なんか今日は、水とくるみとにしようかなと、そういうことを考えれる機会が余裕です。なんで、本番は、理想を言えば本当にそのぐらい、まあ今日帰ったら何食べようかなって考える余裕があるぐらい全てが済んでる状態で本番やってるのが理想です。もうでも、それどころじゃないことがあって、舞台の上は普通に見えるけど、必死で手探りでマニュアルでいろんなものを動かしながらみたいなこともたまにあります。ありがとうございます。私もすごく感激するのが大好きで、はい、今度も来日公演2回行かせああ、本当ですていただくんですか。けど、はい、でもなんかすごい、なんか今まで考えてなかったので、照明さんの考えてなかったとか知識がなかったので、なんかこの状態でいろいろ考えると、やっぱりなんか本番、私だったら絶対もうずっと緊張してるだろうなみたいな。なんか失敗しちゃったらどうしようとかになっちゃうと思って、今のお話聞いてすごい印象が変わりました。考えても仕方ないんですよね。失敗したらどうしようだったりとか、例えば本番で失敗しちゃうこともあるんです。あ、タイミングちょっと遅かったとか。でもそれが頭に残ってると、本当その後に影響するから、意識的に、ただ何年もやってるとそうなるんですけど、意識的にそれを捨てるんですよ。で、あとで反省しようと思って。私も前だけで、そうすると本当になんか忘れちゃって、本番終わってから、まあ今日完璧だったな、違うな、なんかそういえばあったような気がするなっていうぐらい、なんか、なんていうのこう、そういう意識はもう捨てないと立てない。すごいプロフェッショナルなお話をありがとうございます。続いて、久松さんが照明をデザインされた舞台で、これだけは絶対見てほしいという作品がもしございましたら教えてください。って言っても、舞台ってなかなか再現されないから、だからなかなかおすすめしても見るのが難しいような気がするんですけれど、日本でしたら、貞松浜田バレエ団っていうのが神戸にありまして、で、そこの、毎年くるみ割り人形をやってるんですけれど、去年、一昨年と、大石優香さんの振り付け演出で新バージョンの、くるみ割り人形と秘密の花園っていうのを上演して、で、それのデザインをさせてもらったんです。で、本当、クラシックとコンテの要素が混ざった公演で、なので、照明も、さっきクラシックはクラシックの明かりでないといけないのを言ったんですけれど、そのクラシックの明かりの要素をベースにしながら、割と、ゼロベースで考え、照明とはどうあるべきかみたいなことを考え直してデザインした照明で、作品がまずいいんですけれど、その作品も照明も陰を引き立てるような明かりに、ちょっと新しさもありながら、みんなが見たいものがすごく届けれてるっていういい明かりになったので、あれはまた上演する機会だったり、映像なんかが流れることがあったらご覧になってほしいです。あと、日本に行かない作品なんで、まあ、どこで見るんだって話にはなるんですけれど、NDT2 で去年、今年、上演した、ジャーメイン・スピーディーっていう振付家の、コーズ・オブ・コンダクツっていう、コンテの作品があって、で、それのデザインも、本当ストーリーとか、アイデアとかの、ストーリーとか哲学とかが全然ないムーブメント主体の作品なので、すごく苦戦したんですけれど、結果的に、なんて言ったらいいかな、象徴的な明かりというか、コンテンポラリーアートを見てるような印象の明かりになぜか全部なって、すごく明かりのその場面の大きいパーツとして成立するような面白い明かりの使い方の作品になったので、それももし何かで機会があればぜひご覧になってほしいと思います。
ありがとうございます。絶対見に行きます、その時が来れば、ね、すごい影で遊んだりとかね、いろいろしてます。ありがとうございます。続いて今年の来月から始まる来日公演の一押しの作品がございましたらご紹介お願いいたします。はい、私来日公演は行かないんですけれど、びっくりなことに、はい、でもすごく私の好きな作品がたくさん行ってます。バルト月経の I love you ghost っていう作品が、私が NDT に最初に参加した時に新作だった作品なんですけれど、マルコ・ゲッケの作品ってご覧になったことがある方は分かると思うんですけど、すごく暗いし、ムーブメントも同じように繰り返しが多かったりして、つきやすいわけじゃないんですけれど、見てるうちに なんだこれはって、その言葉では全然説明できない良さを覚えるんですよね。その音楽とダンサーの身体の関係性が他の作品にもすっごくいいです。ぜひご覧になってください。あとシャロンの、シャロンのジャッキーだ。ジャッキーもすっごくいいです。ありがとうございます。私もどうしても全部見たくて、高崎と横浜の、だから2つなので、はい。じゃあ、横浜の2日目かな。そうですね。はい。うん。多分横浜の2日目が、そのジャッキーとマルこのマルコの I love you ghost とラルータなんで、私はの好きな作品が一番入ってるから、私が行くんだったらこの日だなとか言って勝手に、はい、私ソロエコーもすごい楽しい、もう楽しんでください。綺麗です。今ちょうどオランダで公演中です。ソロエコー、ブラームスの曲が使われてるみたくて、そうですね、最近クラシックの曲を使うコンテンツ作品ってどんどん少なくなってきて、ないことは全然ないけど、うん、なんでちょっとある意味クラシックコンテで好きです。ありがとうございます。ちゃんと目に焼き付けてきます。 よかったら感想を聞かせてください。ぜひ。ありがとうございます。続いてです、海外での生活についてお伺いします。オランダ在住ということなんですけれども、オランダの好きなところを教えてください。はい、オランダは、冬が寒いイメージなんですけど、寒さは日本と同じぐらいで、で、夏がすっごく過ごしやすいんです。一番暑くて、たまに32、3度になるようなこともあるんですけど、だいたい27、8度とかで、もうすごく緯度が高いので、日照時間が長くて、もう今6月だと、朝の5時過ぎには明るくて、で、夜の10時半ぐらいまで明るいんですよね。すっごくもう天気がいい日だと、もう空も綺麗だし、海も近いしで、夏がとっても素敵です。で、この私の住んでるハーグは、海まで電車で15分ぐらいで行けるんで、ほんとすぐ海が近くて、あと、自然もすごくたくさんあって、森があったり、普通の住宅街にも結構自然豊かな大きい公園がいっぱいあったりして、なんで自然に触れることがとっても、自然に触れながら生活できることがすごく好きです。あとはワークライフバランスが、こっちの方がメインだった。ワークライフバランスがいいです。法律で決まってるんですけど、日本より残業ほとんどないです。週の私の労働時間が契約上38時間かな。で、もちろん舞台なんかで朝から仕込んで夜までみたいな日が、その日で言ったら残業になるんですけど、その分他の日の労働時間が短くなって、トータルでバランスが取れてるので、日本よりよっぽど家にいる時間や子供といる時間が長くなって、幸せだなと思ってます。すごい素敵な仕組みですね。なんか勝手なイメージ、やっぱり舞台の日はもう一日丸潰れみたいな感じだと思ってたので、その日を他の日で調節してくれるのすごく素敵な仕組みですね。だから例えば丸一日何もなくて昼間はフリーで、夜に次の年に移動して2時間ぐらい
で、その日はもう移動の時間だけだけども、1日目に決めてなかったり、で、次の日にできるわ、だから、みたいな。多分、日本より随分、働く時間が短いと思います。あと、移動時間も労働時間になるんですよ。すごくいいです。すごい。びっくり。ありがとうございます。続いて、フランダの方の芸術に対する、なんて言うでしょう、認識という感じもお聞きしたくて、オランダの方って芸術に熱心な方が多いんですか？熱心かって言ったら、逆に日本の方がそのコアな熱心な方って多いような気がするんですよ。ただ一番違うのは、その熱心じゃないけど、普通に気軽に劇場に行くようだったり、美術館に行くよっていう層がすごく多くて、劇場の本当それこそお客さんを見てると分かるんですけど、日本だと本当にバレエファンの方とか、自分のダンスやってるっていう方がどうしても多く、お客さんを見てると多くなるんですけれど、そうじゃなくて、本当に全然バレエのこととか分かんないけど、でも1年に2、3回は見に来るんだよみたいな。地元のお客さんってすっごくたくさんいて、でそれきっと別にそんな意識感覚があったわけじゃなくて、多分元をただただ小学生の頃から劇場に連れてって劇場を身近に感じるような教育があったり、芸術鑑賞の時間もあったり、そういう積み重ねで劇場の一部として舞台に行く、美術館に行くみたいな芸術の触れ方を教育されてる流れで、みんなが気軽に、本当映画館に行くぐらいの感覚で、知らない舞台を見に行くような方が、今後のことにしてます。ありがとうございます。私も一瞬海外で生活してたことがあるんですけど、外国にも、ロシアです。ロシアもそんな感じでした。やっぱりなんかすごい映画館、仕事帰りに行くみたいな、感じで皆さん劇場にいらしてたので、なんかすごい懐かしく感じました。そうです、チケットが安いとかもあるんですよね。はい、なんか正常で見てたのですごい安かったんですけど、なんだろう、ホールだと一番高い NDT のチケットでも40ユーロしないんじゃないかな、35ユーロとか今のレートだと、今だと170円だから、換算できないのがバレるけど、5000円ぐらいじゃないですかね。結構、そしたらお安いですね。一番いい席で、これになると。しかもその、日本円の5000円の感覚よりは、ちょっとレートが今こうなってるわけです。はい。だから多分、地元の人も35円だと、もう少し安い感覚なんですけど、4000円ぐらいの感覚かな。いや、なかなか現地の方のそういう話を聞けないので。ありがたいです。ありがとうございます。続いて語学について聞かせいただければと思うのですが、はい、お仕事でのコミュニケーションはオランダ語ですか？オランダ語と英語と3語の英語が多いかなっていう感じです。というのが、そのバレエ団の中でテクニカルチーム、私の同じ部署の同僚は私が全員オランダ人なので、基本的にはオランダ語なんですけれど、でもオランダ人ってすっごく英語が上手なんです。なんで、一人で話者がいたらすぐ英語に切り替えちゃうような感じで、で私がいるので、なんとなく英語で喋ったり、なんとなくオランダ語になっても、でも同じ部署の中の話って、本当に照明の話だったら、照明の話だったらわかるし、照明以外の話だったら、別に聞いてなくてもいいし、その音響の、イコライザーだとか言って言い出したらもう、あんまり関係ないから、聞き取れなくてもいいんです。なんで、部署間ではオランダ語、英語半々ぐらいで、ただ芸術監督だったり、振付家だったり、振付アシスタントだったりっていう、作品を作るチームとか、ダンサーとかはもう世界中から来てるので、公用語が英語なんです。なんで、そことはもう、英語一択に。なので、トータルしたら英語で過ごしていることの方が多いんです。ありがとうございます。なんか混乱したりはしないんですか？英語と
ロンダ語で、なんか日本に住んでると多分そういう感覚って本当にないので。英語とオランダ語が近いのもあるんですけれど、すごくシームレスなんですよね。なんで混乱しないし、慣れてきたのもあるのかな。なんか慣れてきて、って聞いてて、よく聞いてたらいつの間にかオランダ語になってるみたいなこともあるし、逆に同僚のおじさんたちは、英語で喋ってるつもりが、なんかもう英語を喋ってるのか、オランダ語を喋ってるのか、ぐちゃぐちゃみたいな方たちもちょっとだけいたりします。ありがとうございます。オランダで生活していて大変だった出来事などがありましたら教えてください。なんか急に身の覚えのない5000ユーロぐらいの料金の際の、なんか支払いが来てびっくりしたことあったけど、あんまり面白くないので、まあそれは大丈夫でした。大変だったことを、大変だったというか、今も大変なんですけれど、住宅難なんですよね。で、なんか住みたい、家を探してる人が常に多すぎる状態で、住宅の供給が間に合ってない状態か。なので、なんて言ったらいいかな、新しい家に引っ越したくても全然家が見つからなくて、で、家探しのサイトとか登録してて、新しいのが来たらもうすぐ通知が来るんですが、それですぐ見て、すぐ問い合わせしても、もう200人ぐらい待ってるからみたいな感じだったりして、で、私の場合、今住んでるところが来る前に、Facebook の家のグループで、割とすんなり見つかって、でも職場からも近いし、環境もいいところで、なんでそこで、その当時は高いなと思ったけど、今、他の周りの相場から考えると、そう高くもなく、月1250ユーロなんですけど、住めてるからいいんですけれど、新しく日本から来る方とかは、本当に家探しに皆さん困ってらっしゃって、3ヶ月ホテルに泊まったりとか、みんなすごく大変そうな話をよく聞きます。ありがとうございます。最後の質問に移る前に、ちょっと前の質問をもう一度お願いします。仕事をされる上で感動された出来事などがありましたら教えてください。ちょっと考えていいですか。あ、もちろんです。いっぱいね、あるはずなんですよ、その日々の出来事では。なんか私、感動したとき、そういえば、こんなに日記を書いてる、ちょっと読み返して、日記のアプリがなんかなくなっちゃってるな。さっきのハリン、まあ、それいろんなことあって感動した、ウィリアム・ポール・ザイスに褒められて、すっごい感動したみたいなことがあったんですけれど、それってなんか枝葉の端っこの出来事なんですよね。一番感動したのは何だろう。やっぱり本番で作品が完成した時だな、どの不況に対しても。でも照明だけでもちろん作品作れない。ごめんなさい、全然エピソードトークにならなくて、もう漠然としてるんですけども、照明ももちろん最後、ギリギリですごい調整するんですけど、照明だけじゃなくて、例えば衣装もだし、ダンサーもだし、割と最後まで完成形、ギリギリまで完成形に至らないことが多くて、みんなどうにかゲネとか、初日に間に合わせて、どうにかできたみたいなことが、どうしても多くなったんですけど、それでできたものを見て、ちゃんと思う通りだったの感動だったのに、どんなものですか？ごめんなさい、ちょっと忘れてください。すごいやっぱり舞台関連で働いてる方ってどうしてもなんかそのストレスが多くなるというか、それをすごく私は今まで感じてかたな、というの労働は時間の長さじゃないかな。そこになるんですね、やっぱり。なんかみんな寝てないとストレスたまるんじゃないかな。寝た方がいいんですよね。そうですね。久松さんはその舞台毎日本番こなすっていうことにストレスを感じたりは全くないんですか？いや、まあ、全くないって言ったら嘘だけど、その舞台をこなすこと自体は、なんかその、
生活の一部になってるので、さすがにそれこそ日本と違うのが、同じ作品、一つの作品をずっとツアーで持って回ったりするじゃないですか。なので、全く新しい作品を初めて初日でやるときはやっぱすごいストレスなんですよ。ちゃんとうまくいくかなって言って。なんか忘れてないかな。でも、同じことを何回もやっていくのは、だんだんストレスじゃもちろんなくなっていくんですよね。で、でもさ、ストレスって何だろう、コントロールできる範疇のストレスじゃないですか。本当にコントロールできないって、他の人間のこととか、子供が早く寝ないとか、実際にそのストレスじゃないですけど、何だろう、自分の範疇じゃないことの、だともっと多分ストレスになるけれど、その目をちゃんとセットアップして、ちゃんとやるっていうのは、なんか自分の努力次第で、コントロールできる範疇のストレスなので、まあ、ストレスはストレスだけど、まあまあ、まあまあみたいな感じで、ぐらいに出るってなると、またちょっと全然話は違うと思うんですけどね。ありがとうございます。最後の質問になります。進路についてお悩みの方、また照明家を目指している方へメッセージをお願いいたします。照明だけじゃもちろんないんですけれど、照明の仕事はもちろん自分の努力や周りの環境っていうのもあるんですけど、それに加えて、ある程度この自分の行きたいところに行くには運も必要なことだと思うんです。でも自分でその運を切り開いたり、そういうことを変えることっていうのも全然できないので、じゃあ何をしたらいいか、自分にできるか、どうするしかないわけなんですけど、じゃあ何をしたらいいかというと、常に備えていくことだと思うんです。備えるっていうのは何か、さっきのそれこそ睡眠の話でちょっと、往復するんですけど、自分の環境を少しでもよく整えておくことなんですね。体力がない、疲れていつも眠いって言ったりした人のところって、なかなかいい話は来ないし、何か、チャンスがあってもそれを自分の実力最大限でアウトプットできない。まず本当に一番健康がだと思ってるんですけど、体を動かしてよく寝ることが本当に一番大事で、その次に、照明だと照明のことだけに特化していくんじゃなくて、自分の引き出しを増やすというか、なんか興味の幅を広く持ってやってること。私もそんな興味の幅広くないんだけどな。美術館に行くだったり、自然を見るだったり、そういうなんか自分が心よいと思える幅をできるだけ広くしておく場合のことが備えだと思いますが、家がすっごく汚いとかね、生活環境が整ってないとか、そういうのももちろん一番最初に改善しないといけないと思うんですけれど、ただ何か夢として目指すものがある場合って、まずこの本当に足元を固めないと絶対その上にはいけないと思うんです。本当生活環境を整えることです。お部屋が汚い方はお部屋きれいにして、できるだけ快適に眠れるようにして、毎日心地よい日々を過ごした上で、仕事だったり趣味だったりっていうのはそのプラスアルファのことなので、まずは美味しいもの食べてみましょうと思います。ありがとうございます。